皆さん、こんばんは。ジャーナリストのクルゼ・ビチャること、篠原丈一郎です。えー、今日はですね、なんとですよ、この後ですね、えー、深夜から、アベマ TV のですね、えー、カンニングなんとかっていうのね、出るんですよね。えー、で、まあ、夕食は済まして、ちょっと一休みしたんですけどもお、ちょっと、あの、今日はバタ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 、いろいろやってきましてね、 あのーまあ、ご覧になっていただいた方いらっしゃった今、アーカイブ見てる方もいらっしゃると思うんですがあー今日はあの昼間はですね、えー、沖,沖縄祖国復帰48周年記念の靖国集会の第2回青年弁論大会がありまして私、審査員やって,て、えーまあて、あのー、一部オンラインでも、ね、あの弁論の参加だったんですけども非常にあの 盛教でかつですね、えー、5人の青年弁士の方とですね、お二人ですね、あの特別にですね、講演をしていただいた方がいらっしゃいました。で、まあ、沖縄の祖国復帰にですね、関わることや、沖縄に関してですね、えー、自分の思うことをですね、お話になるということがテーマだったんですけど、本当にね、みんな、あのー、5人は20代だったんですけど、 大学生の方もいらしてですね、えー、結果ですね、1、えー、等賞はですね、えー、大学4年生の方にです、ねえー、なったんですけども、まあ、そんなことまで非常に僕も刺激を受けてきまして、えー、本当に、えー、楽しくできました、えー。このアーカイブはですね、えー、前にですね、日本沖縄政策研究フォーラム っていう中村ンネルチャンネル中村の中はですね人面なんですけどね中村悟るチャンネルで、えー、見ることができますのでぜひご覧になってくださいで今日はですね折れ話これからあー、まあまおよそお半時間ぐらいちょっと軽く一杯にお付き合い願いたいと思いまして今日はいただきものでちょっと前からね持って、えー、飲みたいなと思ったんですけどね、えー、芋焼酎の五島芋ですね これはうごとうですね。後藤諸島のですね、後藤でしてね。えー、長崎県の五島市、えー、ですね。後藤列島酒造の、おまあ、さ、五島産さつまいものお焼酎です。度数はですね、25度あ。まあちょうどいいですね。ちょっとじゃ早速、これをですね、えー、芋ボールにしていただきます。これくらいだな。これが入ってからね、これくらいでもね、 なんでね、このウイルキンソンい,いただきますねウイルキンソン特保のエクストラ脂肪の吸収を抑えるというやつですねちょっと気をつけないと私もこのなんとかなんとか流行りのですね自粛でちょっと歩くのが減りましてねちょっと増え気味なんでね少しまた絞ろうと思ってます はい、どうもどうも、ね、はいそれじゃあ早速いただきます <laughs> いやいやいやちょっとね今ねお風呂も浴びたんでね、えー、夜中にこういう冷たいのうまいですねでこれはですね、えー、ローソンのですね、えー、果実とナッツのヨーグルトってうんでね果実は入ってるんだけどあ果実はね ドライフルーツとナッツが入ってるんですどね。これをですね、外して、ですね、舐めながら行きましょう。このヨーグルトです、ことですね。んこれあの、私の好きなカマンベールもあるんですけどね。ここまで行くかどうか。一応食事もしたんでね。でも、目が欲しくなるんですよね、これね。買いについでに買っちゃったんですよね、小道場でね。これをですね、これですね、これ。 これをパラパラと入れるとちょっと重みでずっしりとですね埋まり込んでいきますねこれをですねこれもいただいたですねこちらヨーグルト用ですね木製,木製のですね、えー、スプーンセットでいただきましてうんこれはもうお手軽で結構いってますよこれはうまい はあ、私の場合ですね、こうやって何でも当てになっちゃうんですね。えー、何でも当てってのは、あれで、やっぱりそれなりにですね、これとは合うんだろうなと思って、えー、持ってくるんですけどあ、なんかこれ、お腹も守られる感じがしていいですね。これで、あの焼酎飲むってのもうん。いきますよ。うん。 今日はですね本当にね、あの、非常にあの最近の中ではですね、まあ、あの、しょっちゅうですね、えー、お酒を飲みながら、ひねくれたことを言わせていただいて、YouTube で発信させていただいてるんですけどね、今日は、あの、全然、まあ当たり前なんだけど、アルコール抜きでですよ、えー、若い方のですね、えー、みんな8分間って言ったね、8分間で、ょっと原稿も作って、 5人のうち2人がオンライン参加でしたけどね、えー。まあ皆さんそれぞれですね、しっかりお考えになって、であとお考えになるだけじゃなくてね、どうね、あのー、自分のところで訴えるのか。で、非常に僕もね、発見がありましたよね。僕もこうやってですね、お話をして、割と本音でね、いつも話して怒ったり笑ったりしてるんですけどね。あのー、やっぱりどれくらいこのね、その自分がこう、 まあ、沖縄に関わって、こう、インプレッションを受けてですね。で、これを、まあ、勉強もしたり、いろんな形で触れ合ったりして取り込んでいって、自分の心にね、えーこう、取り込んでいくっていう作業。これがどれくらい本気でできて、えー、しかも、まあ、これもまだね、そういう訓練がいるんだと思いますし、訓練って言ったら語弊があるのかな、あのー、物に対する共感。 えー、共感っていうのは、それにべったり、なんていうかな、あのー、惚れ込んじゃうとかそういうことだけじゃないと思うんですよ。あのー、感性でね、そのものが持ってる本質とか、あるいは人間だったら気持ちっていうものを受け止める。っていうことがね、で、それで自分と違うところを自分とこう同じところを見つけてですね、自分と同じところから切り口にして入り込んで、それで語っていく。 っていうことそれが大事なのすごく抽象的なことを言うようですけども今日ですね一等賞を取ったね、えー、21歳の大学生の方なんですね、えー、で特攻隊のね沖縄ですから特攻隊の話から始まってで特攻隊のね隊員たちのですねいろんなことを勉強されてですねああのー、まあ、遺書も読んだんだろうしあるいはですね特攻隊がまあ最後 の日までねいろんな宿舎とかで、えー、過ごしたり、まあ、私も特攻の母のね、特攻の母と言われた鹿児島の鹿屋基地の食堂のおばさんに私も会ったことあるんですね、もう今亡くなってますが、あのー、そういうところで人間らしい交流をして、で実にそういう素顔っていうのはね、あのー、その人は21歳、まあ、あの沖縄にね、えーまあ、飛行機の特攻で飛んでいった方々っていうのも、 10代後半から、ああ、年笠がいってもね、体調以外は22、三というとこですよね。自分と同い年で、で、いろいろ、ほ、ま、ん、あのね、えー、街の人と触れ合ったり、あるいは仲間同士でね、特攻を見送るものと行くものとあるわけですよね、航空隊でも。そういう方々との交流の中でも、おまあ、時にはふざけ合ったり、冗談言い合ったり、 っていう姿をね、えー、自分に引き移すと自分と変わらないんだっていうことを発見されてそれからいろいろですね、えー、そういう人たちはなんでね自ら志願して、えー、命を投げ出していったんだろう沖縄で亡くなっていったんだろうっていうことを考えながらね沖縄ってものをね、えー、自分に引き寄せてその戦後の歴史も含めて、えー、というご作業をねあの丹念にやられてるんですねでそれをですね まあその方の、ね、素晴らしかったのは、あまあ、外国も旅行されてですね、で外国のともお友達もできて、で自分が多分お友達ができて、日本に来られたんだと思う。ポーランドの方が、あのお友達が日本にいらしたときに、靖国神社にお連れしたんだって言うんですね。で靖国神社を見て感想を聞きたかったら、あその子がですね、涙をこらえてですね、 えー、ポーランドっていうのは祖国がない時代があったんだって話をまあ要するにロシアとかあるいはですね、えー、周辺諸国から分割統治された時期があったで祖国がないっていうことをね、えー、その時にそういう人もいるんだっていうことも発見されてるまあそういうなんていうか一つの何ていうかね切り口からこう入ってって世界のことまで目を向けるようなねそういうなんていうか素晴らしいね、えー、考えをし行動をし お話ができるっていうそういう人が20代にいる21歳の方でした本当に僕は感動しましたね、えー、私もだからそれぞれの思いがあって大学生の頃はもうその頃は共産党員としてやっててまあ共産党はもうやっとですね卒業してるんですけどね <laughs> まあいろいろ巡り巡って今沖縄のことも関わってえー いろんな思いで活動して、また今、改めてですね、共産党の若い駆け出しの時代、20代の時代に出会った、えー、瀬名亀次郎という人のね、えー、生涯も見つめてますけどね、えー、やっぱりいい愛嬌心ね、愛嬌心というのは、ふるさとを愛する気持ちでして、ふるさとを愛する気持ちというのが、本当の愛国心のベースなんだ。ふるさとを愛するものはね、いろんな政治的にね、 何、あのー、て言うかな立場を分かってもふるさとを取り戻すっていうところではそういう思想の違いを乗り越えてね協力できるんだ、えー、ということが改めて私は発見をされましたねであと偽りのねプロパガンダっていうのは本当にね人の気持ちをね惑わすことはあっても本当に変えることはできない、えー、まああのー、私はですねプロパガンダっていうのは共産主義運動っていうか共産党の運動をやってるとこが嫌いで 水,水増しをする。あるいは、ああいうことをやってるとね、人を騙してるようで、結局最後は自分を騙すことになるんですよね。でも、瀬永亀次郎という人は、そういうことは一切しなかった人ですよ。あの、それはあの、私もこの間の動画でお勧めしているね、岩波新書の、1959年ですから、沖縄が祖国復帰になる13年前に書かれた、沖縄からの報告という本。 なんか今、入信難になっちゃったみたいですね。私が宣伝したせいかな。まあ、お読みになった方も、感想も来てます。いろいろのこの、本当にね、沖縄のね、リアルな現実。戦争は、昭和20年に終わったんだけれども、占領というものが引きずられて、昭和47年までですよ。えー、27年間。 戦後ですね、えー、戦争の、まあ、一つの煽りというかね、えー、戦争に負けたことによる大きな影響を受け続けた沖縄ってとこそっからスタートしてるんだっていうことの重みですよねそれを感じられたっていう方があ先ほどですね私の方の管理のメールの方にも送っていただきまして私はそういう受け止めをね あのその方は実は沖縄にお住まいの方なんだけど沖縄が素敵な場所なんでねこちらから、あのー、内地の方からね移り住まれた方ですけどねその沖縄っていうものを再発見されてるんですねこの瀬長亀次郎っていう人物をついてでこういうふうに発掘しなければある人々にとってはもう亡くなってますけども日本共産党の単なる衆議院議員っていうことだけで終わったんじゃないか。 最悪活動家の親分だった人でしょで、えー、今の例えば玉城デニーとかそういう辺野古で、えー、住民に迷惑をかけながら、あのー、ありもしない新基地に反対してるああいう連中のまあ一,一世代前のボスなんでしょっていうことで終わったかもしれないけど全くああいう人たちとは異質の。 存在なんですよね。瀬ナガ次郎っていうのは。あ何しろですね、今、琉球独立論っていうのはわけわかんないことをですね、国会からも、国連からも勧告させてってひどい話がありますけど、琉球という、琉球とか琉球人という言葉をなくして、日本人、我々は沖縄県民は日本人なんだ。ということをね、えー、名とも実現させなきゃならないという言葉をね、述べていたのが、瀬ナガ次郎なんですよ。で、沖縄人民党のね、時代。 二度,二度にわたって占領下、米軍によって逮捕されて、刑務所にも行って、刑務所から出たら今度は那覇の市長に <laughs> 当選してしまう。でも、びっくりした米軍当局は何とか画策して、妨害して、まあ驚いたんですけどね、その叩かれれば叩かれるほど、沖縄県民のまあ共産主義に共鳴したわけじゃない、その祖国に復帰したい。 祖国復帰って簡単に言って祖国復帰だってデモをやって簡単に沖縄ってのは祖国復帰はできたわけじゃないです祖国復帰という言葉自体が禁止されていた日の丸を掲げることも禁止されていた中であえて日の丸の慶応運動をやり祖国復帰をですね掲げてでまたですね世良の神次郎っていうのはもう一つ名を挙げたことはあ、まあ、沖縄の県議会の前身ですけど沖縄あ琉球立法 立法院の議員に当選された後アメリカ軍がですね、えー、アメリカの旗に忠誠を誓わそうとしたでみんな起立した彼は立たなかったんですね一人だそういうねこと具体的なね、えー、信念に基づいた嘘のない行動があ沖縄の人々の心を捉えて、えー、本当にあの人が 演説するとね、演説はすごくうまかったですね、私も聞いたことありますが、あのー、何万人も集まった、本当に人気でしたね。まあそういう人をね、もう一度、まあ、中村悟さ,さんとも話したんだけど、まあ、復帰、えー、半世紀になろうとしてるわけですよね、あと2年でね。えー、そういういいろんな立場の人 まあ中村さんは保守運動を一生懸命やってきて、まあ新年の人でちょっと真面目すぎて、もうちょっと話を面白くした方がいいよって言ってんだけど、あの、やら長病っていうね、どっちかっていうと革新に近い側の沖縄教職委員会のね、会長からですね、主席になった人だと思うんだね、あの、琉球政府のね。まあこの人は、あもちろん瀬長亀次郎とも協力関係にあった人だけどね、まあ、共産主義者じゃありません。あのー どっちかっていうとリベラルサハルですけど占領下に頑張ったわけですよその人がやっぱりね教育の大事さというのを日本で語ったときにやっぱり沖縄の子供たちを日本人として教育したいということをですね切々と国会で訴えた、まあ、そういうねあのー、いろんな沖縄を 日本に取り戻すあの沖縄のドラマっていうのはね沖縄戦から始まって敗戦して、えー、そういうですね、あのー、せっかく戦争が終わって本来だったら戦争終わったらあの立て直しをして、まあ、講和もあったわけですよね講和はですね6年もかかってやってるっていう点ではちょっと特徴がありますけどサンフランシスコ講和条約があったのにまだ沖縄だけは あ祖国に復帰されないで、もうポツダム宣言ではね、領土不拡大で連合国はね、領土的な野心はないんだと、えー、もう戦,戦争の処理がね、戦争の原因を取り除いていけば、もう前と同じような、ね、国になれるんだってことを言ったのは、これは守られてないわけですよ、もう途中でそれぞれの思惑ね、ソ連はソ連で、あの北方地区をね、不法に占拠していく、これはもうポツダム宣言にももとる声なんですね。 で同じようなことをアメリカもやってしまった。これがですね、お互いそのソ,ソビエトがやってるじゃないか、いや、アメリカだってやってるんじゃないかって話にもなったことがあるわけですよね、連戦時代はね。まあ、そういう中で、普通ですね、戦争で奪われたあ領土っていうのは、これまでの歴史では戦争でね、もう一度戦争やって取り返すっていうことが主流だったんだけども、沖縄については、 き地継ぎでっていうことでいろいろ言われる方はありますと思いますがあ、話し合いとこういう住民のね、強い願い、強い願いを示した運動で戻ってきたっていう点でけるなれなんですね。で、そこに実績のあった方々。で、これのベースになってるのはね、沖縄をやっぱりね、日本のものとして守ろうとしたね、沖縄戦で戦ったね、さっきあの、今日の青年弁論大会で1位を取られた、 大学生の方が言われたですね、えー、いろんな日本の地域から来て、沖縄は日本の一部だから、守るために一命を差し出す。えー、そういうことをやった人たちの実績もあって、今があるんだ。ということはね、えー、確認されていかなきゃならないな。だからって別にね、その、また戦争をやるわけではありません。私はあの、沖縄行ってですね、沖縄の方々が、 アメリカの人々ね。まあ難しかったと思うんですよね。沖縄言葉でアメリカって言葉なんですよね。<laughs> そういう言い方するんだけど、どっちかっていうと、このアメリカめって思いも込められた言葉として昔は語られていたようですが、今は本当にね、仲良くしてるし、えー、あの海兵隊の人たちともね、辺野古の 住民の人たちがですね、仲良くお祭りしたのも去年、ちょうど1年前ですよ、さっき Facebook を制していた思い出で出てきましたね、常年、司さんと言ったんですよあの、船の競争の祭りで、アメリカ海兵隊の隊員たちやああの、家族の人たちもね、ボートでチーム作ってですね、沖合の目標に向かって出て帰ってくるって、そういう単純なね、ゲームなんですが、あー浜にテントを張ってですね、 えー、町内会の犯人もなってるんだよね。海兵隊のキャンプシュワブはね。えー、第何,何班、あのー、キャンプシュワブのチームっていうのがあって、それがもうみんなで交流してですね。その時、まあ、あのー、アメリカ軍のそこの司令官ともちょっとだけね、お話して、とっても日本語の上手い方で、えー、ああ、これくらい上手い人、日本語の上手い人が来てるっていうのは、アメリカも相当気使ってんだな、というふうに思いましたけどね。えー まあそういう沖縄の人とのなんていうかねある意味したたかででも本当にね、えー、包容力っていうのを感じさせるね、えー、まあ出来事だったんですけどそういうようなね沖縄の今の在り方、えー、っていうのはね本当に、えー、忘れちゃいけないなという思いがありましたまあということであれね昼間の要因ですけどね うういう点でですね、あとはですねまあ、沖縄のでも嘉手納とかねああいうところは今非常に緊迫してるんですよ皆さんご存知ですかそれはですねあのー、ちょっと海の先の半島がね今ものすごい緊張状態に入ってます、えー、実はですねあのー、まあ今日も ABEMA テレビで 深夜にお話しすることになると思いますが、まあ非常に不透明な NK 国の、まあ、指導体制。顔があるべき人がいなくなってる。もうヒットはもうトップですね。まあ散々僕について、あのー、詐欺師だなんだって言ってる攻撃がね、あれ一斉に生きてるってのはなんか動かしてる奴がいるなと思ってね、面白かったけどね。 もう右から左まで全部私に攻撃してきてるわけですよね、今ね。それはそれでいいんだけど。でもね、5月2日に、あの、スンチョンの工場を視察したっていうのが出て、もうあれですよ。あれから2週間。何にも出てこないですよ。出てこないこと自体が怪しいんだよね。一国の指導者ですよ。それで、その時のまた言われた特徴ね。 えー、ナンバーツーのチェ,チェリョンヘ、蔡竜海ね。彼は、なんとですね、多分代理っていうことだったんじゃないかと思いますが、4月15日の太陽節に、その、一番のトップね、トップの彼がね、出ない、妹も出ない中で、彼が事実上、そこで出席してる中でトップだったチェリョンヘ、えーえー、あそこの、 トップナンバー2と言われた人物は、それから一切出てこない。本来は、あの5月1日に行ったと言われる、スンチョンの肥料工場の観光式にも姿を見せられない。まあ、これについてもね、信憑性ないなと思ってるのはあのー、元韓国海軍の士官で、えー、安全保障研究されているですね、 コ,コヨンチョル先生がね、えー、あの時にはアメリカの諜報偵察衛星はスンチョンでいかなる出来事も発見してない。つまりあんな大きな行事はないって言ってるんですよね。まあ、おまけにコヨンチョル先生はあれ、あれは別に撮られた、別の時期に撮られた、もっと言えば1月7日前後に撮られたものも編集してね、あの日の行事でないものを見せてるんだと。その証拠に、 5月1日のスンチョンの気温は27度だけど、冬服を着てるじゃないか、みんなと。ああ、なるほど、いろんな分析ができるんだなと、いろんな方がいて、いろんなところをきちんと見ていてね、えー、他にも皆さんねあの、私に教えていただきますよね、コメント欄でもね。あのー、もう、あのー、ボスがね、やっぱり影武者っていう証拠はこんだけありますよとかね、いや、あのー、僕なんか、 理想鉄教授ね。龍谷大の理想鉄教授の理想鉄テレビ、本当に面白く見てて、今日もまだ見ましたけどね。あの方も途中で、いや、渋滞説とかそういうあれ言ったのは私は間違いでしたって自己批判して、でもまた翌日から同じようなこと言ってんだよね。面白いよね。でもそう、そうならざるを得ないんですよ。向こうが出してきてるものを冷静に分析するとね。ここが面白いところでね。うん、今日はまた面白いこと言ってましたよ。 あの4月12日にあったですね、えー、会議で幹部が80%以上入れ替わってるんですね。これ、一大事ですよ。で、彼はいろんな兆候、それからですね、米軍の情報って比較的ね、公開情報がも取りやすいからね、もうかなり、えー、緊迫度の高い待機、待機出動体制になってる。いざな、なんか変なことが起きたらね、もういつでもこう、 きちんと対応するぞという姿勢を NK 国に対して示している、まあ。我が国だってね、いろいろやってると思いますよ。まあ、本当にご苦労なことだと思います。自衛隊の皆,皆様方、本当にね、多分いろいろ人手も足りない中でですね、やりくりして、交、え、代、ー、で詰める体制になられてて、本当にあの感謝申し上げます。まあ、そういう方々のいろんな努力で、 我々の平和な生活、まあ我慢し、自粛で我慢しいられた生活ではありますが、守られているんだと。いうことは忘れちゃいけないと思いますし、そういう時にですね、浮かれた考えじゃなくて、いろんなことを考えていくことが大事です。私は自分がつかんだ材料で、自分で判断して、こういうことが起きてるんじゃないのか。少なくとも、昨年からね、 渋滞でね。まあ渋滞の原因がね、脂、え、肪、ー、吸引手術。なんか脂肪吸引手術について最近勉強したんですけどね。あれは、もう、カスでしたよ。フランスが開発した技術なんですね。で、脂肪吸引機ってこれまた新しいヒント得てるんですけど、この機器はフランス製で独占されてるようですね。 でそれをアジアに入れる上でね、日本なんか入れてる上ではでね、あのー、日本のやっぱり美容整形会の大御所でいらっしゃって、先駆者でいらっしゃる、高須先生ね、高須クリニックのね、大きな役割を果たされて、で、高須先生はですね、えー、いろいろですね、周辺のね、いろんなご自身が受けられたインタビューやあー、ご自身のその活動が反映したですね、いろんな あ書物でですね、まあ、あの、東洋のね、美容整形学会っていうのをの中心的なメンバーとしてですね、えー、この美容整形についてですね、中国、あるいは半島に普及する上で先頭に立たれた方ですよね。えー、だから、まあ、死亡吸引手術をもし、えー、あそこの指導者がやったとしたらね、これはやっぱり、施術した人、あそこの NK 国にはいないみたいだからね、私はそれで、ここは推測なんですよ。私は、 ああ、この高須先生がかなり中国でご指導もされたんで、そういう方が行かれた可能性があるのかなとは思ってるんです、うん。で、機械もね、やっぱり、その、まあ、フランスでを持ってったんでしょうね。持ち込みをやったんじゃないかと。私かなり向こうのね、中枢に近い、中枢の両方が取れる筋から2回やったって聞いてます。まあ、それについてですね、 えー、私は時々こうュアわす発言もしててまあこれあの推測で言ってるからね違うんだ違うって否定されても私無期になってこんなこと言いませんからただ私はただこういう情報はもたらわされてますよってことは言い続けますけどねだそういう点についてねあのー、まあもしあれだけ SNS なんかお目に止めて気にされてる先生ですから何か アドバイスされることがあったらね、いただけたらね、お前それ違うよっていう話でもいいんですけどね。うん。まあ息子さんがなんか、いやー、美容整形であんな影武者ありえないとかいろんなことをおっしゃって、あと、それを追奨するようにですね、AI でね、認証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 堂の子の、あの、CG やったら終わりだから、それ。それにね、じゃあ他の先生言ってくださいよ。私は、 あのー、自分が細かくですよ、技術的なね、その美容整形技術のことについて論評するような立場はないし、ただ、こことここがやっぱり影武者の証拠だよってね、えー、李晋司さん方ですか、あるいは他の方もいらっおっしゃってる、李相哲先生もです、ね、でこのメッセージ性をね、要するに <laughs> もうはっきり言えば、あの映像は偽物だっていうですよ。 ほぼ偽物だっていうね。本物だって言って、本物ってのは意味が違うんですよ。向こうが正式のね、政府が公式報道として出してきてるから、付き合う側としてはそれを公式のものとして一応、建前上受け止めなきゃならないけど、手もおかしいと言われてるわけですよ、皆さん。そういうことをね、えー、きちんとね、これは確かにそうだなと思うことを踏まえて私は言ってるわけですよ。まあですからね、もしね、あの、あれだけ、 えーまあ、中国での、ね、美容整形のこともかつては最近あまり言われてないですけどね、えー、かつては一生懸命、あのーまあ、非常に素敵なパートナーだと思いますが西原先生のです、ね、漫画でもお書きになって書かれてですね、まあ、そういう本を私は拝見させていただいておりますけどね、まあ、そういう点ではね、あのー 何か語ってくれたら、私はこれはこれで面白いんじゃないかなと思ってるんですよ。まあ、期待したいと思います。まあ、そんなことでね、まあ、今日はですね、これをですね、もう一杯、もう一杯はやないよ。これ、これ、これ一杯だけやって、三杯して、アメマでですね、大いに語ろうと思ってます。まあ、これは、ね、一種予告編ですね。 早速ですね、ここらで打ち切ってですね、アップさせていただいて、えー、少し盛り上げていただければと思います。まあそんなことでね、今日はあの俺話これぐらいにしておきます、えー。皆さんもですね、もしお付き合いいただけるなら、これ見た後ですね、まあ見た後っていうか、これはこの,辺このまま明日も残って見る方もいらっしゃると思いますが、あ本日のですね、本日は、 あ2020年5月16日でございます。その24時から26時、いわゆる、えー、5, 月5月13日の午前0時から午前2時にかけての a b e m a ですの、ねえー、番組の方をご覧ください。私はおそらく12時半過ぎから出ることになるかなと思ってます。あそんなことで、また明日はまた夜はライブやりますんでね、えー、それも告知出しますんでよろしくお願いします。それではまた。